食虫植物の粘り式という方法の植物について紹介します。今日は虫取りスミレ、それともう一つ代表的なのには毛線ゴケがあります。葉っぱの上に細かい毛が生えていて、そこに粘液が出ていて、ちっちゃなコバエ等がそこの上にくっつくともう逃げられない。それでその消化液で徐々に虫の栄養分を取っていってしまうというものです。ほら、こんなにいっぱいもうコバエがついてます。面白いでしょ。なるべくよく日の当たる場所に置いて、どちらかというと湿気のあるところが好きなので、極端に乾かさないようにしてください。そうするとどんどんと葉っぱが展開して、虫取りスミレであれば可愛い薄紫色の花を咲かせます。毛線ゴケであれば白い花が咲いてきます。ただし冬は葉っぱなくなってしまうんですが、まあ球根みたいような状態で残るので、水は極端な乾燥させないようにして生育させてやれば、また春新芽が伸びてきて株が大きくなって成長していきます。今年はぜひ虫取りスミレや毛線ゴケ面白いですから育ててみてください。ただし面白いからといって手をくっつけてベターって粘液出すのはダメですからね。